もの流れてゆくところ海ははるばる世界は広い行けよガリバー荒波越えて遠い島にも人がいる生きてる仲間の国がある この物語は海で遭難したイギリスのお医者さんガリバーの不思議なそして愉快なお話です。ガリバーはあるイギリス船の船医者となって南の島を航海していました。毎日楽しい航海でしたがある日ものすごい嵐に出会いました。ついに船を打ち砕き仲間は波に飲まれてチリジンになってしまったのです。必死のガリバーはやっとの思いで近くの島にたどり着きましたが疲れ切って死んだように深い眠りに落ちていきました。悪夢のような一夜が明け南の島には真夏の太陽がギラギラと輝いています。うるさいな、静かにしてくれよ。眠れないじゃないか。うるさいったら。おや、ここはどこだろう。あれ、手が動かないぞ。おや、足も動かない。縛り付けられているんだ地面に。誰だこんな目に合わせたのは。もういたぞ。髪の毛までも。まるで化け物だ。見ろよあの目玉を。見ろ。声の聞こえてくる方に目を向けたガリバーが驚いたのなんのって、胸のあたりに14、5センチぐらいの小人たちが30〜40人、弓に矢をつがえたり槍を構えたりしてガリバーを見上げているのです。そうか、俺は小人の国に流されたんだな。よし、こんなちっぽけなやつら見てろよ。今にこんな紐ぐらいぶきってやるから。えいっと、えいっと、いやなんて頑丈に縛っているんだ。あ、いたいたいた。おい、許してくれ、助けてくれよ。ガリバーが身動きすると途端に針のような矢が何百本も一斉に顔や手をめがけて飛んでくるのです。おい、痛いよ。やめてくれ、助けてくれ、頼むからやめてくれ。さすがのガリバーもたまりません。しっかり諦めておとなしくなってしまいました。こうしてガリバーの小人の国の生活が始まったのです。王様のお出まし。私はこのリリバットの国の王だ。どうだガリバー、少しは我が国の言葉が話せるようになったか。はい王様。よし、では乱暴しないこと、そして私の命令に背かないこと、この二つをこの国の言葉で私に約束するのだ。はい、約束します。正しいことなら王様のお言いつけを必ず守ります。よろしい。ところで王様、私からも王様にお願いがあるのですが。何の頼みだ、言ってみるがよい。約束は守りますから、どうか
この鎖をほどいて私を自由にしてください。何自由にしてくれ。大臣どうするかな。いや、それはもう少し様子を見てからにいたしましょう。ガリバーが約束を本当に守るかどうか確かめてからです。うん、そうすることにしよう。ガリバーは早く自由の身になりたいとおとなしくしているので、毎日のように大勢の子供や大人たちが遊びにやってきました。人間山、私をその胸に乗せて。人間山って私のことかい。そうよ、お山みたいだからみんなそう言ってるよ。へー、でも本当の名前を覚えておくれよ。私はガリバーって言うんだよ。そう、ではガリバーさん、私も胸に乗せて。よし、さあおいで。僕、髪の毛の中でかくれんぼしたいよ。いいともさ、でも落っこちないようにしておくれよ。わーい、みんなおいでよ。かくれんぼしようよ。伸ばしておいでよ。わーい、おかしい。お昼だぞ。さあさあ、子供たちは下に降りるんだ。人間山、じゃない、ガリバーさんのお昼の時間だ。お昼だって。さあみんな降りておくれ。つまんないな。それじゃあまた後でね。またね。またね。いやー、お役人ご苦労さんですね。国民の皆さんに感謝するよ。なんだって？おいおい、お前さん何にも知らねえからそんなのんきなこと言っておれるんだろうけどね、お前さんのためにこんなにたくさんの食べ物を用意するのは国の損だって。反対してる者もいるんだぞ。え、本当かい？大きな声では言えないが、この国には2つの党があってことごとにいがみ合ってるんだ。だから一方ではこの戦争の最中にお前さんのためにたくさんの食べ物を用意するのは国の損だって言ってるんだ。だから王様の命令がなかったら人間山なんてどうなってたことか。なるほど、そうだったのかい。ありがたい王様だ。そのお礼に王様との約束を守っていつかはきっと恩返しをするよ。その王様から使いの大臣が来たのは数日後のことでした。ガリバ、王様のお言葉だ。よく聞くがいい。王様のお言葉？何でしょう？実は今戦争をしているブレスキュー国が50艘もの大艦隊を作って我が国に攻撃をかけようとしていることが分かったんだ。ところが我がリリバットの海軍はそれと戦うほどの軍艦がない。そこで王様は敵の攻撃を食い止めるようお前に働いてもらいたいとおっしゃるんだ。わかりました。このリリバット国と国民の皆さんのためというのなら私の力をお貸ししましょう。よし、王様も喜んでくださるだろう。おーい、ガリバーの鎖を解け。さて、こちらリリバット国から1キロ近くの海を隔てたブレフス旧国では兵士を乗せた軍艦が港に集まり、出発の命令を今か今かと待っていたのです。出発だ、出発の合図だ。さあ戦が始まるぞ。出発だ。あの海の上を見ろ。何でしょう船長。島ですよ。あれ、おかしいな、島が動いている。島じゃない、こっちへ動いてくるぞ。うわ、立ち上がった。人間のお化けだ、怪物だ。弓だ、早く弓を射ろ。こっちへ近づいてくるぞ。弓
王様、ただいま帰りました。よくやったぞガリバー。お前にリリバット国最高の勲章をやろう。ありがとうございます。だがな、敵の港にはまだ船があるはずだ。一隻残らず持ってきてくれ。そうすればブレフス旧国はもうわしのものだ。そうだろうか海軍大臣。その通りです。王様、お言葉ですがどうかそれはおやめください。私が軍艦を持ってきたのは戦争をしてもらいたくなかったからです。もうこれ以上のことはお望みになりませんように。何、お前はわしに逆らう気か。とんでもない。王様が優れた方だから私は正しいことをお勧めしているのです。そんなことより早く隣の国と仲直りの相談をしてください。そうだ、たくさんの小人たちが喜んでいるのですが、大臣や主だった役人の中からは不満の声が出てきたのです。私は海軍大臣としてガリバーを許せない。なぜ王様の命令に背くのだ。今こそブレフス旧国を叩き潰す絶好のチャンスなんだ。王様の命令に逆らうガリバーは死刑にするべきだ。反対！ガリバーを海軍大臣にしろ！静かに！静かにしろ！それは死刑だ！私も大蔵大臣としてガリバーをこのままにしておくわけにはいかないのであります。あんな化け物の大飯ぐらいをいつまで置いておくのでありましょうか。速やかに我が国から追い出してしまうことであります。そうだ、反対。ガリバーをもっと大切にしろ。我が国を助けてくれたんだぞ。そうだ。いがみ合っている二つの党はまたもやこんな風に争いを始めたのです。さてガリバーの方は、私は二つの国が仲直りし幸せに暮らせるようにと努力しました。長い戦争で疲れていたブレフス旧国では私の気持ちをすぐ分かってくれましたが、勝った勝ったと喜んでいるリリバット国では私のことでいがみ合いが続いており、どうしても分かってもらえませんでした。しかし正しいことは必ず分かってもらえる時が来るでしょう。そう思いながら私は新しく友達になったブレフス旧国で暮らすことにしました。そんなガリバーの前にある日、気まぐれ者の海が素敵な贈り物を届けてくれました。ガリバーさん、船だ船だ、大船が流れてきたぞ。嵐にあったのか、一艘のボートが島の海岸に流れ着いたのです。ガリバーはそのボートで思い出深い小人の国と別れを告げ、懐かしい故郷イギリスへ帰ることができたのです。星が流れて消える海、風は渦巻き地球を駆ける。行けよガリバー、恐れず強く、遠い島にも夢がある。生きてる仲間の夢がある。